もしもーし、大丈夫ですか。あの風邪を引いてしまいました。皆さんどうも、エクボッチです。実は最近微妙に体調が悪くて、その結果微熱が出ました。私はコロナに一回かかったことがあるので、今回のこの感じは多分コロナじゃないだろうなとたかをくくってますね。はい。 あでもこの撮影の時は深夜1時でおかんがしてめちゃくちゃしんどかったんですけどこうやって喋ってる今は割と元気です。一一晩寝たたら熱も一瞬で引っ込みましププププルルルルル9月になって夏休みが明けたりなんかしてそろそろみんな全体的に疲れが出てきてる気がするので。 ここらでちょっと深夜に私がケーキを食べてる様子を見ながらポーっとしてくださいこのケーキはスーパーで売ってるショトケですもうケーキをお皿に移す気力もなくてなんか直で手にのっけて食べようとしてるんですけど体がだるくて限界突破サバイバーなので多めに見てくださいちゅ汚くてごめん箸で。 食っっちゃってごめんそもそもこの日は朝から昼までは全然普通で夜から急に雲雪が怪しくなり始めしんどくて寝れなくなり今に至りますあそうなのでこのケーキも YouTube チャンネル登録者様4万人を突破したお祝いにお昼に買った,たんですよ。 それで夜ご飯の後に食べるの楽しみにしてたらまさかこんな状態で食べることになるなんてマジダルビッシュあ、あのですね皆様ですね改めてこんなにたくさんの方々チャンネル登録してくださって本当にありがとうございますコメントとかもめっちゃ全部見てます改めて4万人の方に感謝の気持ちを伝えさせてください 防御の遊びはい。このケーキは自分へのご褒美に買ったので、美味しく食べれて良かったです。次は5万人目指して精進するね。寝る寝る寝るね。はい、お粗末様でした。みんなもマジで無理したらあかんで。